これってサイズ2以下っていうこと
とは、あ、サイズ2以下のみ。の忍者に入れられる。じゃあ、あの子には入れられないんだ。聞こえる。じゃあ、アタック。練習。じゃあ、手札に戻って、3点ファイター。いけます。決められなかったぜ。こいつは返される。終わり。それであれ持ってもらった。あ、よかった。だろう。アジャンドローなしかな、たぶん。そういえば、忍法いっぱい入れてるから使えなかったね。使い忘れてない？大丈夫？忘れてはないんですけど。忍法じゃないかもしれないか。これ、チャージする必要あるのかな？欲しいってね。ありがとうございます。いや。ちょっとゲージ持て余してる。やっぱ、入居室で使うべきだよ。やったー！チャージしたカードが来る。それはあるな。ありがとうございます。はい、サーファーアニアライズ。ああ、なるほど。アニアライズ。ってことは忍法なの？違いじゃなくて、あ、なるほど。強い強い強かった、やばい。おお、またまた忍法使わない？でもそんな強くないかな、それだったら。じゃあ待って、夏間くん違いじゃなくて死ぬ。あー、なるほど。俺さばけるかな。でもちょっと待って、1、2、3、4、5、あ、ちょうど5点か今。なるほど、2点。1点いけろ。ここは2ダメージ減らす。さあ、このターン決まらないことが確定した。1ダメージ1ダメージ1ダメージ。お願いします。使おうか。え、このペース一応使います。OK、 それじゃなくて、じゃあ、まあ、これにするのか。これにするのか。多分ね、そんな落ちてないもんね。いや、次ゲージに置くカード迷わなくて済むよ。その感じだよ。いや、これじゃ本当に出てきてほしいカードが出てこないんですよ。はい、どうぞ。はい、じゃあ俺のターン、どうぞ。なんだか分かりません。うわ、強っ。強いけどライフがパツパツだからちょっとできない。でもやろう。やる。いや、ゲージがパツパツだからちょっとできないな。どっちなんですか。ジャイアンドドローだ。1ゲージ払ってダークヒーローを捨てて縛り率が出ます。で、破壊します。はい、で、高速効果はなんとサイズ2以上が出たら高速コールしておる。おお。で、出して、じゃあアタックフェーズ1点。はい、ありがとうございます。もうないの？はい、何もないね。忍者やってたんだ。いつもタクチャンネルご視聴いただきありがとうございます。この度、タクチャンネルはゲームマーケット2015秋に出展が決まっております。ゲームマーケットというのはボードゲームとかアナログゲーム、カードゲームのイベントなんですけども、それに向けてですね、オリジナルのゲームを開発真っ最中です。その制作中のゲームについての情報を YouTube の再生リストの方で少しずつアップしていますので、もしよろしければチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたが